基本はやっぱり釘は2箇所が基本なんですか。うん、もう3箇所回して次を、うん、わあすごい大きい姫シャラですね、うん、もう幹肌もすごい太いですね。ね、あ結構根付きも根付きよね、これ根が足んなかったから根付きよし、あ根を継いだんですね、うん、じゃあ粘りがすごい良くなります。あ粘りも良くなっていきますね、うん、これはすごいかなり迫力のある盆栽になりますね、うん、根ができてるか確認してるんですか。そうついてるかどうかね、うん、多分くっついてるとは思うんだけど、やっぱり掘り起こして確認するしか、うん、これで大体わかる、うん、ここがくっついてればさ、はい、くっついてれば、はい、もうくっついてんだよ。明日もってことですか、うん、そうするとこの緑の釘は外すんですか。うん、今外さない。いつ外すんですか。うん、冬場か、はい、来春2月とかさ、うん、3月とか冬場の休眠期、あ植え替えの時に外すんですね、うん、これはもうくっついてるからさ、うん、粘りが良くなりますね、うん、やっぱ根が充実すれば粘りも良くなりますよね、うん、あっという間に良くなる。じゃあ2つの機能性がの役割ができるってことですね、うん、これがはっきり分かんないと、その来年の植え替えの時にね、はい、じっくりこの根をほどいてみて確認するの、うん、この根を作るのも1年がかりで。そうです。盆栽は時間をかけてゆっくりと作り上げていくものですね、うん、時間かかるよな、うん、これどうくっついてますか。あ、今度は枝ですね、うん、成功ですね、回しすぎ。何箇所やってるんですか、回しすぎ。1箇所だね。1箇所、うん、この枝は1年、半年ぐらいでこんなに枝の伸びたんですか、うん、やっぱり樹勢がいいものだとすごく
枝の実も早いですね。鉢もほら大きいのに入ってるからさ。ああ、じゃあさらに根も粘りも根もすごいし枝の伸びもいいってことですね。これと、はい、この2本はね、はい、まだ確認できないから、はい、取らない、うん、じゃあもうちょっと力ついてからもう葉がまだ小さいですもんね、うん、来年これ植え替えるじゃん、はい、植え替えた時にその確認してそれでついてなければそのまんま、はい、ついてれば外していくんですね、うん、で枝を小さくしてね、はい、これも本当に完成品はかなり迫力のあるヒメシャラになりますね。